www.videonews.com。はい、皆さん今週はじゃあ N コメ、もう一つだけまあ、これ偶然って言ったらちょっとあれですけど、先週本編でね、中田浩先生にイスラムの話を聞こうじゃない、アイシスとはどんなものなのか聞こう、アイシスはどんなものか聞こうじゃないか、IS ですね、イスラミックステート今はもう IS になったのか、はい、ね、まあ、愛する、アイシス、IS、いろんな呼び方があるって話も聞きましたけど、で、まあそれは非常に興味深かったんだけど、なんかその後すごく急展開があったよう で、うん、でそれちょっとやっぱりさすがにこれは僕ちょっと心配でもあったので、うん、どうなってるのかってことをね、知りたいっていうことで中田さんに連絡取ったらば、急遽来ていただけたので、うん、今日はですね N コメをちょっとスペシャルな N コメで中田浩、さん、にスタジオにおいでいただきました。中田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週今週と連続で、はい、で結局、まあ、ちょっと今いろいろと警察に絡まれているようなので、言えること言えないことあるのは重々承知の上で聞きますけど、結局何があったんですか。はい、ですね、あれは火曜日になるのかな、はい、に警察がですね、朝ですね、はい、うちの方に、私が住んでいるところに、その時住んでいたところにですね、うん、参りまして、はい、それで捜査令状を見せていただいてですね、はい、今話題になっている、まあ、北大生の方ですね、はい、それの、まあ、捜査に必要だということで、うん、パソコンその他ですね、うん、それを押収するということで、4時間ぐらいですかね、4時間ぐらい、押収でですね、まあ、時間がかかりまして、まあ、その間、はい、任意同行も求められたんですけれども、はい、それは私足が悪いもんでですね、はい、お断りしまして、まあ、その間、4時間ぐらいいたんでですね、まあ、暇なもんでですね、その間いろいろお話をしてまして、まあ、それを調書としてまとめてですね、サインをするというそこまでは、その取り調べは任意だったわけですね、別に雑談のように、それとはまあ拒んでもよかったんですけど、一応まあその時には時間もありましたので、うん、基本的にお話するということですね、お話しても逆にそれで全てお話してしまいましたので、今後は、はい、お受けしないということで、はい、でそれはじゃあ最終的に調書になったものをもう一回読み聞かせですか。そうですね、読み聞かせられて、それで間違いないということ で、ね、はい、最後に再判行されたと。まあ、調書そのものを全部お話しするのは無理なのは分かりますけど、大体どんな話をそこでは。届けについてですね、私も記憶も曖昧ですので、いや弁護士の先生にですね、話すなと。そうなんですね、釘を刺されましたので、はいはい、それでじゃちょっと事件のこともね、これもいろいろと今デリケートなんだと思いますけれども、全部お話しできないのは重々承知の上で、そもそもこの北大生との関係とか、今いろいろ報道でなんかいろいろちょっと情報が断片的なので、一体何がどうなっているのかよくわからないんで、とりあえずまず中田さんの方から、こういうことなのであると言える範囲で教えていただけますか。もう何を言ってもですね、歪曲されて、伝わるので、本当にもう何も喋るなというふうにですね言われておりますので、本当に本当に今まで お話しした通りのことですので、はい、一点だけですね、はっきりさせておくのはですね、これはどこかからですね、というか、IS ですね、はい、IS からですね、リクルートがあったという話では全くないということですね。これだけはもう本当にあらゆる意味でですね、確実な話ですので、はい、というのはですね、IS はまずですね、ただ一回ですね、カリフと言われるですね、アブーバクル・バクダディさんがですね、カリフ就任のですね、まあ、主任の後のですね、金曜日の演説を、これがビデオに流れたんですけど、はい、その後にですね、公式な彼らのメディアからですね、声明が出たんですけど、その中でですね、まず IS、イスラム国ですね、というのはですね、これは彼らのカリフの
国だというふうに言ってますので、でそこにはですね、あの預言者ムハンマドがですね、そのメッカでですね迫害を受けてて、その後でマディーナに行くんですね。でそれでですね、その後にはあのメッカにいた人たちをですね、みんなあのマディーナに行くことが、これヒジュラというんですけども、義務になるんですね。要するにイスラムの国にはですね、あのイスラム教徒は基本的に全員が移住することが義務になるということでですね、あのこのイスラム国というのは全てのイスラムの国、あのムスリムのための国であるから、みんなこちらに移住してきてくださいと。で特にですね、我々はあの研究者とかですね、学者とかですね、そういう知識人を歓迎するということを言ってるんですね。まあ、これをもってですね、まあ、あのリクルートといえばリクルートですけれども、あの、いくら払うからですね、来てくれとかですね、その手のリクルートは私が知る限り全くありません。あのこれは日本だけじゃなくてですね、そういうのはないんですね。でむしろあの例えば、ウイグルの人とかですね、まあ、そういう人たちがですね、その、自分たちが行きにくいので、求めていくと。で求めていくとですね、この前もお話したと思いますけども、基本的にはあの、一切ですね、その、あのパスポートを見ろとかですね、その、あの身分を証明しろとかで、そういうことなしで全て受け入れるんですね、というふうになってますので、まあ、そもそもあのリクルートをしていくというものじゃないんですよね。みんな行きたい人は行くというものですので、そもそもそのリクルートがあるという考え自体をまず捨ててください。そんなものないんですね、ということですので、別にあの IS がリクルートしたわけでも何でもないわけです。あれは張り紙を買った人がですね、あの張り紙を貼っただけの話ですので、という話なんですね。あとね、マスメディアを見ますとね、あの IS、まあ、イスラミックステートに移住するということは戦闘に参加することをもっぱら意味するとかって書いてあるんですが、それはそうなんですか。中田さんこう言ったっていうふうに朝日新聞だっけ、なんかインタビュー出てる、まずですね、そもそもですね、あのイスラム法においてはですね、あの、まあ、はじゃあ違うという言い方も違うというところでできるんですが、違うという、じゃあ違うと言いましょうというのはですね、あのまず女性と子供には戦闘の義務はありません。で今女性も子供も行っています。ですのでね、全員ということは全くありません。ただしイスラムではですね、一応青年男子はですね、全員が戦闘員というふうに見なされます。だからこそですね、あのジャーナリストでもですね、戦闘員ということに見なされて処刑されたりするわけですね。ですのでその意味ではですね、全員が戦闘員というのはもちろんあのイスラム法上そうなっているわけです、ということですね。で全員がってことはもちろんありません。それで、あの、何ですか、ちょっと一番基本的な疑問なんですけど、その、まあ、仮にね、その報道されているように、その、中田さんが、まあそのまあ、一応その IS の方々を知っているということでね、まあ、紹介学生を紹介してやったとして、その、まず日本はイスラム国とは別に戦闘状態にあるわけでも何でもないですよね。だからこれはちょっとその令状とかにどう書いてあったのかみたいなことも非常に興味深いんですが、何が問題なんですか。もし仮にそのじゃあその中田さんがそのイスラム国の人に誰かを紹介しましたと、私は何の問題もないと思いますけども、知人を紹介するわけですから、何の問題もないですよね。これは皆さん、その戦闘状態にあるわけでもないでしょ、日本と。まあ、あの湯川さんが取られてるっていう話はあるけれど、まあ、銃持って言ってたから、ね、それ別に戦闘じゃないですね。だから、まあまあ、それが視線、まあ、だっていうのは、そうか、それでね、ちょっとね、最初に、その前に一つだけこれだけ振らせてください。あの、ちょっと今回の法解釈についてね、はい、どう見たらいいのか、本当僕分からなかったので、あのまあ、これ公安事件、おそらく公安事件だろうということで、はい、公安事件に詳しいあの清水勉さんにですね、今日ちょっと急遽お願いして、これどう見たらいいんですかって話をね、聞いてます。それで、インタビューそのものも、あの、30分くらいあるのかな、ノーカットで流しますけど、ちょっとあの、まあ、今日、あの、中田先生にも関連ある部分だけ、ちょっとこちら触りだけ見てください。今年の9月に行った理由が、あの、向こうで湯川さんで捕まってるじゃないですか。国として戦争する場合には、はい、もう国全体としてのその意思決定されてますので、はい、もうそれ視線の問題ではないわけですね。しかしその国は戦争するつもりがないのに、はい、まあ、一部の人たちがその国の方針に反して、戦闘行為をしようとすることは、その国との日本との信頼関係なり、日本国の安全というものを脅かすことになりますから、まあ、それは危険だということで犯罪類型として規定しているわけですね。本件の場合でいうと、その本人は就職もうまくいかなくて死に場所を探していたみたいなことをすると、それはその自殺の一種の方法を探しているだけのことであって、その刑法上の国交に関する罪というようなものとはもう行為類型が全く違うと思いますけどね。なるほど、はい。報道を見てると、今回その捜査活動しているのは刑事警察の方ではなくて公安警察の方なんですね。
で、あのやっぱ刑事警察の方ですと、やはりその今までの先例について、はい、やっぱり慎重に判断して捜査をしますし、まあ、先例がない場合であればなおさらのことを、先例との比較でどこまで許されるかということをかなり厳格に、やります。でそれは強制の場合はもちろん任意の場合であっても、どんなことをどの範囲でできるかということをかなりやっぱりスケジュール感を持ってやりますけども、今回のって何をやろうとしているのかわからないという非常に曖昧さがありますね。今回事件を言っても作ったことによってですね、あのテロ対策は必要なんだっていうことを、テロ対策のまあ視線的なことをね、だテロリズムのようなことをやる人たちはこの国の中にいるし、それについて応援するような人たちはいるし、そういう人たちとその対話ができるような人たちもいるし、この国はそういう国だと、したがってそのテロ対策が必要なんだっていうこと、それからそのための計画なり実践なりが必要なんだってことをアピールするきっかけになってますね。で、あのテロ対策のためのその計画などは特定秘密になるっていうことは条文上書かれていますので、はい、今回の例を非常にこう言ってみればその拡大解釈をしてですね、いろんな形での計画、一般のその国民は予想もつかないようなテロ対策の計画っていうのは今回のものをネタにやっぱり作っていくんではないかというふうに思いますね。条文からすれば確かにその、まあ国交に関する部分ではありますけども、刑法のやっぱり具体的に犯罪として捜査する場合にはやっぱ刑事警察が関わるのが、つまり裁判まで考えてやるものですからね、刑事警察が主体となって動かなければいけないのにかかわらず、今回公安警察ですからね、公安警察でやるって言えば彼らはその検察とのこうやり取りもできませんし、公判維持のための捜査が何が必要なのかとも知りませんから、うん、そのつまりそこまで進める気がない捜査だという、逮捕起訴する気がないということですね。そうです。それで目的は達する、うん、それは秘密保護法が実践された場合のガサ入れをすれば起訴しなくても目的を達するっていうのと同じ構造ですよね。で、あの特にやっぱり常岡さんの場合はあのやっぱりイスラム国での取材についてはかなり強い方なので、あの向こうでのこう情報というものを公安警察が知ろうと思うのには非常にうってつけの対象じゃないかと思うんですね。ですからその、萎縮を狙うっていうよりも第一的にはあの公安警察の曖昧さで、そのこの構成要件、この犯罪の構成要件も曖昧だってことを利用して自分たちの欲しいものをこう理由をかこつけて情報収集するということに使ってるのかなと。でそれをそのマスコミも世の中の人たちもあのイスラム国との関係じゃねっていうので、どことなく OK してる雰囲気の中でまずお墨付きをつけることによって、今後あれがいいんだったらばこれもいいでしょ、あれもいいでしょっていうふうにどんどん広がっていく。うん、まあ、そんなわけなんですよ。あの清水さん、まあ、公安に非常に詳しい清水さんから見ると、まあ、これはもう公安事件なので、あの逮捕するとかの意思は全く見えなくて、まあ、下手に逮捕して起訴なんかしちゃうと公判で、それこそ公安の人が公判ですあの証言しなきゃいけないみたいな話になっちゃうんでね。ただ、むしろ彼は常岡さんのジャーナリストの常岡さん の, そのパソコンを押収したってことが非常にあの大きな問題だろうっていう立場なんですけども、でもあの先生もパソコンとか持ってかれたんです ね, ですね、だからそうするとやっぱりメールの今までの更新とかっていうのが全部そのあるので、まあイスラム国の関係者なんかの、あるいはイスラム国だけじゃなくて、そのまあ中東地域のいろんな方の関係者のデータというのを警察が、まあ公安警察は貴重なファイルを作成するためにやったんじゃないかというのが、まあ清水さんのね、まあもう一つ最後のところで、あの秘密保護法ができるともう北海道の学生いなくてもこれができるようになるよっていうことをおっしゃってたっていうのが、まあ僕は非常に印象的だったんですけど、どうですか宮根さん。いやだからそういう意味では、つまりね、あの清水勉さんの見立て通りであればね、あの実際その北大生に、どんな容疑があろうがなかろうが、一つストーリーを作れればいいだけの話なので、あのそこには本質はないと。本質は情報収集、以前ね、あの Google の情報をアメリカ政府が利用するとかって話でもメタデータの話が出ましたよね。実際何をメールやり取りしているかというよりも、誰とどれだけの頻度でやり取りしているのかということで、いわゆるソーシャルネットワークの、あの、まあ、模式図というかですね、それを図柄を作りたいということですよね。
だからそこに目的があると。でそれとは別のことだけど、先ほどね中田先生がおっしゃったから、やっぱ僕はその興味深いなと思う。つまりね、あの実際戦闘するつもりで行ったかどうかは別として、そのムスリムに改宗してそのイスラム国に入るということは、あのイスラム法上を戦闘員として入るということ以外の、まあ、ポジションがないと、ね、つまりそれはイスラム上法上そう見立てられるということだから、実はそれ自体はそのまで本人が戦闘するために行ったかどうかということとはちょっと違うんですよね。それは我々の社会でいうところの、うん、いわゆる戦闘というとは違う意味だということなんですか。違います。あのそれをはっきり分けるとですね、うん、あの我々はあの、ムジャヒディンという言い方をするわけですけれども、これはですね、はい、必ずしもあの戦闘ではないんですね、うん、もうほとんどの場合あの特に今のシリアはですね、あの内戦状態になっていますので、うん、あの戦闘員という文脈になるんですけれども、基本的にはですね、あの戦闘員というのはムカーティルというんですね、言葉と選別です。これはあの文字通りの戦闘員なんですね、うん、ところがムジャヒディンというのはですね、あの例えばですね、まあ、私でもですね、例えばペンで戦っているとかですね、うん、そういう意味ではまあムジャヒディンになるんですね。武器を持って戦うという意味ではない、必ずしもそうではありません。もちろん今のですね、うん、シリアの文脈ではほぼそれではあるんですけど、必ずしもそうでないです、うんうんうん、実際ですね、ムジャヒディンになってでもですね、私の友人なんかはあの武器が足りないもんでですね、うんうん、武器ないで戦えないとかですね、うん、そういう人たちもムジャヒンと呼ばれますので、うんうん、その、まあ、一部にはそのようなところにね、まあ、学生これ、まあ、もう26歳だっていうことですけど、紹介すること自体もどうなんでいかがなものかっていうようなあの子供書いてあるのを見たんですけど、中田さん自身それについてはどうお考えですか。すいません、このことに関しては私はお話しできませんので、うん、それはしないんですけども、私自身ですね、うん、あのこれはもうはっきり言っていることですけども、うん、私はもう5年前からですね、死に場所を探しているんですね、うん、で死ぬためにですね、今まで 何度もっていうかですね、アフガニスタンにも行ってますし、うん、アフガニスタンで死れなくてですね、うん、困ったなと思ってたっていうか、あのビザが下りなくなってですね、うん、思ってたらですね、あのアラビに行って話になったんですね、うん、それはで中田さん私自身です、ご自身がですね、私自身で、はい、これをですね、もうすぐですね、宣伝しますと、うん、11月にですね、集英写真書が出てですね、その中でですね、あのこれがもうまさにその話なんですけども、うん、ジハードで死ねないっていうような話なんですね。ジハードで死ねない、そうです、うん、で私はあの死ぬためにですね、ずっとアフガニスタンに行ってですね、今シリアに行ってと転戦してるんですけども、うん、なかなかあの私自身ですね、あの専門家ですので、うん、そう思ってですね、行っててもなかなか死ねないんですね、うん、そういうものなんです。あの死ねないっていうのはどういう意味ですか。つまりですね、あのイスラムでは自殺は禁じられています。自殺はできない、自殺はできません、はい、唯一ですね、あの死ぬことができるのがジハードなわけです、うんうん、ジハードで殉教するのだけがですね、うん、あの死ねる方法なんですけども、うん、これ難しいんですね。というのはですね、ジハードというのはあの条件がありますの で特にですね、あの今あのアフガニスタンとかですね、まあ、アフガニスタンにしてもですね、シリアにしてもそうなんですけども、基本的にあのこの前もお話したのサラフィジハーディっていう人たちはですね、はい、これはあのなんていうんですかね、あのイスラム法にですね、あの乗っ取って、そのイスラム法というのもですね、そのスンナ派の考えでイスラム法ですね、うんうんうん、それに乗っ取ってあの統治をしてない人たちというのはですね、基本的にあの、不信仰者であるでですね、でその体制は不信仰である、だから戦っていいというのが、これがあの彼らの教義なんですけれども、しかしあの法律とですね、その実際にです、ね、適用するとは別ですので、そういう教義があってです、ね、一般的にそれが言えてもですね、今戦っている、今目の前にいる彼が本当にそれが適用できるのかっていったら分からないんですね。ですのでできる限りですね、あの要するに普通に皆さんがです、ね、考えるムスリムですね、ムスリム同士の戦いでムスリムを殺すことになることはしたくないわけです、はい、うん、うん、なんでですね、そうするとですね、残念ながらですね、ですからアメリカ軍が攻めてきてですね、アメリカ軍と戦うんであればですね、これはもうあの間違いなくてですね、特に侵略者ですので、あのシリアとかですね、アフガニスタンであればそこに来てるあの異教徒の侵略者とかで当然あの防衛の義務がありますので、どう考えてもですね、間違いなくジハードなわけですね。ですのでこれで死ぬのはいいんですけども、残念ながらですね、あのアフガニスタンはそのチャンスがあったんですが、残念ながら私はそのタリバン側に行けなかったもんでですね、あのパスポートにですね、ビザ持って行ってるもんで、その紹介者が出してくれなかったもんですね、結局そういうところに行けませんでした。そうするとですね、あの結局あの無理に戦ってもですね、ムスリム同士の争いになっちゃうんですね。で今のシリアもイラクもそうです。アメリカ軍と戦おうと思ってもです、ね、アメリカ軍はあの空爆してくるだけですから、うん、戦えないわけですね、うん、なんでですね、なかなかあのそう思ってですね、行ってもジハードで死ねないんですね。私はこの5年間死に損なってますので、うん、それが実情です。それはいわゆる戦闘に参加することでジハードで死のうという計画だということですか。そうですね、うん、そうじゃないとあのジハードになりませんので、あの、うん、殺す覚悟がないと死ねないんですよね、うん、
あの私別にあの日本の公安警察に殺されても全然構わないんですけども、うん、武器持ってないんでですね、ただ取り押されるとおしまいですよね、うん、私が武器持っててですね、あの鉄砲でも撃てばですね、向こうは殺してくれるわけです、うんうん、しかしなければ死ねないわけですね、うんうんうん、あのこの警察にねこういう形でまあいろいろと家宅捜査を受けたりうんぬんっていうのは、はい、ムスリムとしてはの中田さんとしては、まあ、そのムスリムではない日本の警察からですね、そういう形でいろいろと今、あの持ってかれたり追われたりみたいな、まあ、まあ追われてるわけじゃないと思いますけども、はい、はこれはあのどういうふうに中田さんは解釈をするんですか？何にもっていうかですね、うん、私の基本解釈は、うん、あの日本というのはですね、イスラムの届いてない土地です。イスラムの宣教の届いてない土地です。で、イスラムの宣教が届くというのはですね、正しい意味での仮布告ができてですね、その意味では今のあの私は仮布告のあの法的正当性というのは認めてイスラム法的なんですね、うん、まあ、認めてますけども、その意味のですね、宣教ができるあの仮布性だとは思っていませんので、例えばですね、彼があの仮布だとしてもですね、あの、これがイスラムなんであると。あの言葉だけでは仕方ない、例えばコーランとありますね、コーランありますけども、うん、あのコーラン自身だけをですね、読めばですねイスラムが分かるってもんではないわけです、うん、というのはあのもちろん我々の信仰だとですね、すいませんこういう話ばっかりで、あのイスラムっていうのはアッラーを信じると、アッラーは絶対神だわけですね、はいはい、で絶対神ですから、あのそれであればですね、あのコーランでね本をですね全員に配ることもできるわけです、うん、ところがそうじゃなくてですね、アッラーはそのコーランというものをですね、預言者ムハンマドに与えた、うん、でその要するにコーランの言葉はですね、その言葉をどう、実践するのか、要するにあの御用論ですね、御用論的なですね言葉の意味だけじゃなくてですね、御用論的にどうやって使われるのかということも含めてですね、うんうん、教えないことには意味がないと。ですので、あのそれができる場所がですね、あの仮布告であってですね、でそこに行けばですね、イスラムっていうのは、あ、なるほどこの言葉はこういうふうに実践するのかっていうのが分かると。でそれで初めてですね、イスラムの宣教というのができるという立場であってですね、日本というのは宣教が届いてない土地です。届いてない、ね、で宣教が届いてない土地ではですね、全員が、無条件に救われますというのが私の立場なんです、ね、異教徒じゃないんですね。異教徒なんですけど、異教徒ではあるけども、ね、イスラムはその、うん、能力に力に応じて義務が生じますので、まず知らないことにはですね、義務がないんだ、ないんです、全くありません。ですから皆さんはです、ね、何の義務もないんです、はいはい、私はイスラム教徒ですから義務ありますけれども、うん、ですのでですね、あの公安の皆さんもですね、皆さんあのまだイスラム伝言の届いてない人たちですから、うん、でそこ で, です、ね、何をしても構わないわけでですね、うんうん、何の恨みもありません。中村さんありますか、中村さんに届かなきゃいけないことは。うん、あのさっき長所を取られる会話ってありましたけれどもね、あのそのまあ、当時そのガサ入れに入った、これはあれですか、あの基本的には検察、警察ですか、警察です、公安警察ですね、公安警察の人と何か雑談はされましたか？随分だから家宅捜査4時間やってる間、まあ、はい、そうです、雑談した、まあ、雑談も入ってます、それが調書、ね、になっちゃった、ね、うん、なるほど、あの基本的にはその公安の警察の方々は問題の何て言うんでしょう、そのどういうふうな、今さっき神保氏が言ったようなね、どういう構図を思い描いているのかというのは大体分かりましたか？いや、うん、ですね、はっきり言ってその時点ではよく分からなかったですね、はい、ただあれですか、あのガサの、あの家宅捜査の令状は視線予備陰謀、そうですね、それによってその、その副大臣の方がですねっていう、ということで、それに対してあの私は参考人でですね、参考人としてっていうふうに言われたんですか、ということですね、そういうことです、うん、変な法律で罰則も規定されてないんだよこれ、うん、いや、で、あの自白したら、自供したら別に罪に問われないとか、まあ、いろんな変な法律で、そうそうそう、まあ いや、あの中田さん、それこそね、今あのなかなか話せることもあの少ないと、あとはちょっと話すと、まあ、メディアにそのこう何ですか、ひっくり返したりしてないと使われるということで、あの取材にもなかなかあの応じにくいと思うんで、もし何か中田さんとして本当はこれ言ってきたかったんだけど、あのなかなかちょっと今もうそういうことを言える場がないみたいなことがあれば、ちょっとこの場でぜひ、というか、まあ、はい、私はあまりその、裁判自体に興味がないもんでですね、なんで、まあ、ただあの、まあ、まあ、この朝日の記事もそうですけどもね、うん、本当にひどいことを書くだと思いましたけどもね、うん、それはもう言ったこととは文脈的には全然違うことに、やっぱ記事になっていると、うんうん、
当にどういう話ですねとは思いましたんでですね、まあ、基本的にあの、うん、研究者はですねあの、まあ、我々も議論をするわけですね、であの、討論とかもするわけですけども、うん、基本的にはあの真理にたどり着こうというですね、うん、お互いまあ善意でっていう前提で考えていますので、まあ、そういう意味ではですね、うん、そういうふうに思ってたんですけども、うん、残念ながらマスコミも、まあ、公安警察の人たちも違うというのは分かったんでですね、うん、まあ、あんまりお話をしたくないというか、うん、悪意が感じられる、ね、善意だと思ったら悪意が感じられる、まあ、それなりにあの皆さんはあのそれだ、あの自分は善意でやってるんでしょうけど、というかまあそもそもまあ私が悪者だという前提なんでですね、悪いやつが懲らしめるということでしょうから、それはそれであのなんだと思いますけども、私自身はもうあまりお話をしたくないですね。あのまあそうですね、はい、最後になんか突然ね、先週まあここで2時間とかムスリム話いろいろ伺って、まあ、すごい勉強させてもらったんですけど、1週間経って突然なんかまあちょっと言い方は悪いですけど時の人に なられたわけですけど、それ自体はあのなんか信仰上ね、なんかそういうなんていうんですか、そのアラーの意思であるとかそういうような意味合いっていうのはあるんですか、これ中田さんにその試練を貸してるとかっていうような意味はあるんですか、これ。私は別に試練はどうだっていいんですけども、うん、まあ、あのそれよりも他のイスラム教徒の方ですね、うん、にとってはすごい試練ですよね、これはね。基本的にはですね、そのイスラム国っていうのはですね、まあ残酷であると、まあ、いや実際かなり残酷なんですけどね、まあ、それはただもちろんそれはあの彼らを残酷にしているですね、周りのシチュエーションというのがあってですね、でそれが実は問題の根なわけですけども、なんですが、まあですね、全員がですね、日本にいるムスリムが全員一致してですね、あいつらはイスラムじゃないと言ってくれればですね、まだまあ、そもそも彼らやっぱり迷惑してるわけですね、日本にいるイスラム教徒たちはですね、イスラム教徒ってこんなのかって言われてですね、非常に迷惑をしていると。でそこでですね、でも一応日本にいるイスラム教徒がみんなで一致団結してですね、あれはイスラムじゃないんだと言ってしまえばですね、まあ、それなりに交わせるわけですけど、私のようにですね、まあ擁護しているように見える人間がいるとですね、ほら見ろとか言われてですね、非常にあの生きづらい思いをしているという意味でですね、このイスラム教徒にとっては非常にあの迷惑であって試練だと思いますよ。でも中田さんがあえてその、ね、距離を置かない、その IS とですね、あれも違うんだというふうに言ってあえて距離を置かないのは なぜなんですか。そしたら日本では楽なわけで、楽って言うと変ですけど ね、私もですね、本当であればですね、その彼らの試案を、私の目的というのはですね、あのこれはそこに書いてあるです、私の方もですね、持ってあってというふうに書かれていますけどもね、持ってるですね、その本を読んでいただければ分かるんですけど、私ははっきりとですね、あの今のままですね、イスラム教徒がですね、カリフ制を立てるというですね、正しいカリフ制を立てるという義務を果たさなければですね、IS のようなですね、こういうですね、非常に偏境でですね、厳しい過酷なカリフ制ができてしまう。だからそれをしないために私は今までやってきたんですね。なるほど。で、それはですね、あの要するに、カリフ制がない状況、今の状況ですね、例えば、まあ、あのまあ、いや、あまり特定国を非難するのやめましょう。イスラム世界ではたくさんの問題があってですね、どの国もあのイスラムに反しているわけです。でそのことにですね、今までですね、あの口をつぐんできた人たちがですね、いきなりですね、もちろんあの IS も間違ってるわけですけど、だったらこいつも間違ってるだろう、これも間違ってるだろう、これも間違ってる、それに対して何も言わなかったのになぜお前はそれだけ言うんだっていうことなんですね。で私はいつでもですね、あの自分が正しいことを、もちろん自分が正しいことを言うのはあの重要なんですけども、自分が正しいことを言うことよりもですね、あの自分も言ったこととですね、他の人たちが言ったこととですね、全部を合わせてですね、世界が正しくなるような言論の空間を作りたいと思って話をしてるんですね。でその時にですね、今私が喋ることはですね、彼らと一緒になってですね、IS の、あの批判することではなくてですね、そうじゃなくて、あの IS も悪いっていうか、私の考えだとですね、あの全てイスラム教徒が悪いんですね、私も含めてですね、皆さんは何も悪くないんで、あの、イスラム教徒がですね、今ですね、ここでですね、あの多分、イメージは悪くなっていると思います。で、はい、実際ですね、嫌な思いをしている人間もたくさんいると思います。で、これは全部我々が悪いんです。我々がですね、正しいイスラムの教えを守ってですね、正しいカリフ国を作んなくてですね、で日本でですね、まあ適当にですね、私自身もですね、のんびり暮らしているわけです。こういうことやってたからですね、こうなったんであってね、というですね、なんで、あのそういう意味でですね、やっぱりその意味だったら罰なわけです。私も含めてですね、イスラム教徒に対する罰だと私は思っています。だからこれ中田さんに聞くのはあれ侵略なんですね。すいませんけど、ね、ジャメラさん最後でもこれね、イスラムだっていうだけで、まあ、イスラム国と関連あるんじゃないかうんっていうのはもうちょっと
今日は、まあ、あの言論の自由がメインの方のテーマだったんだけど、ちょっと信仰の自由にちょっと関わる問題にこれになってきませんか。要するにイスラムだっていうだけでもあの、まあ、今回みたいなことになるようなことになってしまうと。でこれ今回はその視線なんとかがあったからだけど、さらにさっきの清水さんの話でいけばね、いやでも別に今回に始まったわけではなくて、うん、アメリカがね、まあ、911事故じゃなくて、うん、イランイラク戦争のあたりからね、あのムスリムの一部を原理主義者、つまりファナティックなね、その、まあ、つまり狂信的な妄想に基づいてテロを行っているっていうふうにね名指して以降生じているムスリムに対する、まあ、ある種の意図的な喧伝とそれによるステレオタイプ化ですから、別に何も今に始まった問題じゃない。だから今これで深刻化するとは全然思わない。だってもうその自爆テロ問題とかさまざまな問題で日常日本のメディアも繰り返し繰り返しムスリムの一部は狂信者、これを言うだけでですね、ムスリムには そういう狂信者を育て上げるような性質があるんだというふうに多くの人は思い込むので、別に今に始まった問題じゃない。なるほど、はい、まあ、じゃあちょっと、うん、あの今後って言われても、まあ、中田さんが仕掛けてるわけじゃないので困るかもしれないけど、一応そのちょっと今後のご予定というか計画は今どうされる予定ですか。何ですか今後ですね、あの、まあ、今ちょっとそういう形でいろいろメディアからも追われて、なんかあのメディアから逃げ回ってるっていうような状態だって聞いたんですけど、まあ、逃げ回ってるというよりですね、うん、いやとにかくあの弁護士費用がかかるもんでですね、弁護士費用を稼がないといけないんですね。メディアには1件100万円って言ってるんですけど、誰も払ってくれないという形でですね、うん、むしろあのその意味では大関係ですけどね、うん、いや本当に弁護費用っていうのも実際現実問題として、まあ、場合によっちゃその、裁判になるっていうこともそうですね、うん、あの考えられますので考えて、用意しているということですか。もともとですね、あの無職無収入なのにですね、こんなことのために行けない、そもそも行きたくないのにですね、本当にね、弁護士を稼ぐために働かなくちゃいけないっていうのは なんだと思いますけども、まあ、とにかくただあの、先ほどですね、ネガティブなことを言いましたけど、私自身としてはですね、ツイッターでも随分言ってますけども、私の目的はあのカリフの名前を広めることなんですね。あの3人よればカリフの噂というのをよく私が書いてますけど、ツイートしてますけども、うんうんうん、みんながですね、あのポジティブでもネガティブでもですね、うん、カリフって何なのと言ってくれればですね、私にとってはあの成功なんでですね、その意味ではですね、あの今回ですね、これであのみんながですね、カリフとは一体何なんだって、イスラムとは何なんだって考えてくれるというのは素晴らしいことなんで、実際それでですね、あの私もあのカリフ戦についてですね、あの本を書いてくれって言われたんです。今それを書いてるんですね。それそのパソコン取られてしまったんでですね、非常に怒ってるわけですけども、まあ、そういうことをやってますね。これからも多分聞かれることはあるんでですね、効果不効果ですね、残念ながら今トルコ国境を塞がれてしまいましたし、私はもう行けませんので、うん、それにあの専念しようと思っております。なるほど、わかりました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。